今から視聴記者会見を始めます。会見時間は45分から、終了時刻は11時を予定しております。皆様のご協力をお願いいたします。本日は広島市からの発表案件が2件ございます。まず初めの発表案件は、ドイツ、イタリア、バチカン市国への出張についてでございます。それでは市長、お願いいたします。はい。それではドイツ、イタリア、バチカン市国への出張について説明をいたします。お手元の資料をご覧いただければと思います。この度地球温暖化対策と平和の推進を目的といたしまして、11月の9日から11月の16日までの8日間の日程でドイツ、イタリア、バチカン市国を訪問いたします。そのポイントについて話したいと思います。詳しい内容は資料を後ほど見ていただければと思いますけど、まず地球温暖化対策関連の要務についてでありますけれども、ドイツ・ボン市の市長から同市で開催されます国連気候変動枠組み条約第23回締約国会議 COP23 なんですけれども、この関連イベントであります世界主要都市の首長等による国際会議、いわゆる首長サミットへの招待がありました。これを受けてこの会議に出席いたします。またこの会議の出席に先立ちまして、欧州でも先進的な地球温暖化対策に取り組んでいることで知られておりますハノバー市、我が市の姉妹都市でもありますけれども、まあここで先進事例の視察を行うということでありまして、まあ、できればこの機会を捉えて、首相、2年ぶりの再開ということになるかなというようなことを考えております。今回の出張を通じまして、ボン市で開催される首相サミットにおきましては、地球温暖化の問題というのが、核兵器の問題と同じように、人類の存続基盤を脅かす重要かつ危機の問題という捉え方をしておりまして、都市というものの連帯、これを力を使ってですね、さまざまな問題に取り組んでいくということの必要性、それを強く訴えて、国際世論の喚起拡大に資すればというふうに考えています。また先進事例視察におきましては、我が市で取り組んでます持続可能な低炭素都市づくりへのですね、参考になればなというふうな考えでおります。続いて平和推進関連の要務でありますけれども、まずイタリアの議会におきまして、被爆者あるいは被爆、そういった実相ですね、それから本市のですね、平和への取り組み等を伝える演説を行いたいと思っています。このきっかけは、今年の6月にイタリアの下院議員のステファノ・ダンブローゾ、イニチ、イタリア日本友好議員連盟会長一行が本市に見えまして、私がお会いした際にですね、同会長からイタリアに来て、我が市のですね、核兵器廃絶、それから世界国境平和への取り組み、その重要性をですね、自分たち国会議員にも紹介してほしいというような要望がありまして、それが実現するというふうになったものであります。当日は下院議長をはじめイタリアの国会議員約100名は集まるよというふうなことを聞いております。この場に招待されてますローマのイタリア首相とか、ローマ首相ですね、ローマ首相とかイタリアの自治体協会の会長等も見えるというふうなことがありますので、こういった方々に対しても核兵器のない平和な世界に向けた共同というものをですね、直接またお声掛けしたらなというふうな思いでいます。また現在、
在日バチカン市国の大使館通じまして、フランシスコ・ローマ法王の広島・長崎訪問を要請するためにですね、法王への謁見を調整しているところであります。バチカン市国では合わせて、外務長官とも面会いたしまして、ローマ法の被爆地訪問へのですね、協力を要請したいというふうに考えています。その他ドイツではですね、欧州初の広島長崎講座の開設校でありますベルリンのボイト工科大学で、広島から核兵器のない世界へというタイトルでですね、被爆者が人的苦難を乗り越え訴えてきたこと、あるいは本市が平和首相会議で、どういうことをやってきたか、一体のことをですね、講演する予定にしています。平和推進関連の業務ということに関しましては、被爆の実相とか被爆者の思いを伝えるということとともに、核兵器のない世界の実現に向けた本市と平和首相会議の取り組みに多くの方々がですね、賛同していただけるようにということを念頭にですね、しっかりと平和のメッセージを発信していきたいなというふうに思っております。以上が今回の市長の概要です。はい、それではただいまの発表に関して質問がございましたらお受けいたします。なお質問される方は社名と名前を名乗ってからお願いいたします。質問ございませんでしょうか。市内を今作ってるところですけどもね、まあ毎年平和宣言をねしてますから、平和宣言の要素は、まあ、かつ自分が重要だと思える要素はそういったことをしっかり伝えられるようにすると、でその考え方を伝える上では、やっぱり被爆の実相ということもですね、紹介した上でね、こうだからこんなふうに思ってますよということを言う必要があるかなと。それと多くの外国の要人見えてですね、慰霊碑参拝とか平和記念資料館行って見てきましたという中で、まあ、被爆の実相を見てすごくムーブというか感動したというようなことを言われると同時にですね、平和公園とかね、町の作りを見てね、72年前の姿とこう違ってすごく平和のね佇まいのある町でしっかり復興しているとね、その、ギャップについてね、すごくまた、感銘だという話に聞くのとね、実際見るのではすごい違うとこう言われててね、まあ、そういうことを通じて平和の大切さとかありがたさをね感じるっていうようなことを何度も聞いてますんでね、まあ、逆にそういったことをこう紹介しながらね、今後のあるべき姿みんなで作っていきませんかというような感じでこう言えないかなと思ってるんですけどね、はい、まあ、20分ですかね、それくらいのものだと思うんですけどね。
せっかくですからね、日本に来ていただいた。だから長崎の塩さんと一緒に来てくださいねというふうに言ってますということは伝えようと思うんですね。そしてまああえてまあここでこういうお話できますのはね、行きたいんだけどということを言ったらですね、じゃあどういうふうにしたいんですか、もっとこう詳しくね話聞かせてくださいということで、いろんな資料要求が来てますんでね、大使館ですね、だから間違いなく検討してくれてるということでありましてね、もちろん日にちも含めてね、で、まあ、ギリギリというか、まあ、言ってもいいだろうということで申し上げて、まあ、確定は今事務的に言ったように聞けばまだないんですけどね、はい、そんな状況です。バチカン市国は非常に核兵器禁止条約に対する取り組みに熱心で、もう既に注目すると思いますけれど、広島訪問が方の、広島訪問が叶う、ことはですね、禁止条約の賛同国を広げる上で、後押しになるとか、そういう、まあ、お考え、しようとかございますだろうかな、はい、今言われた通りだと思うんですけどもね、皆さんご存知のように今の世界状況といいますかね、まあ、それを皆さんがどう受け止めているかという状況がありますですよね。ですからそんな中でその、まあ、世界のいわゆる宗教のですね、信奉者のこう分布といいますかね、人数をそれぞれこう考えたときに、バチカン市国ですね、キリスト教持つ影響力は結構あると思うんですね。その方自身が条約の重要性を訴えですね、かつこの被爆地からですね、こういった事態にならないようにするということを、いわば市民社会がねしっかりと受け止めていくべきだというようなことを言われるというのはですね、ある意味でそのオバマ大統領がこうこの地でねメッセージを発したと同等あるいはそれ以上の効果もねあるんじゃないかというふうに受け止めてますけどね。その他ご質問はありませんでしょうか。今申しましたように被爆者の思いということをもちゃんと言うつもりですのでね、被爆者の思いは今度の核兵器禁止条約が出来上がったことを評価してですね、多くの国がこれをやはり批准していくということを設けてますよとね、そしてそういったスピーチの機会を得てるわけですから、世界の多くの国、ね、できれば全ての国がね基準に向けて動くように、まあ、そのためには市民社会がまずそれをねしっかりと支援するようにしていきたいと、でその支援の環境づくりに平和試食会議が頑張りますよと、皆さんその都市としてのそういう共同の輪を広げましょうとかね、まあ、そんな流れでのスピーチはしたいなと思ってますけどね。その他のご質問は、時間でのローマ法との影響についてはもうちょっと詳しくというかですね、まあ、これ今強制中ということですけれども、はい、まあ、ローマ法との影響がまあかなればですね、まあ、直接お声掛けできる機会もあるのかと思うんですけれども、市長はどういうようなお声掛けをしようとお考えなのか、まあ、直接広島長崎県の訪問を呼び掛けるということですが、うん、その辺りをちょっと改めて、お
まあ、あってね、その何時間も膝を突き合わせてね、お話できるっていうようなものにはあったとしてもなれないと思うのでね、まあ、ポイントって言いますかね、相手がそうだなとこうなるようなお話をしなきゃいかんかなという気持ちはあるんですけども、それは具体的にはどうということまでは思ってないんですけども、総論というか方法論とすれば、まずそのバチカン、カトリック教徒の方々にローマ法王として世界にこういった視点でのメッセージ発してますねということをちょっとこう言ってですね、この思いは実は平和首脳会議、広島市被爆者思いと共通するところがありましてね、その思いをその実現するための一歩あるいは一つのやり方として広島訪問というのはぴったしじゃないでしょうかと、それをやっていただくと、もともとのローマ法王のこの実現したい世界とね、これから我々がやろうとする世界がうまくこう一緒になってですね、多くの方に、賛同の輪を広げる絶好の機会になりますよというような感じの言い方はね、できないかなと思ったんですが、まあ、基本的要はそのちょっともちろん精査していますけど、気持ちはそんな感じでね、ぜひ来てくださいというふうに言えないかなと思ってますので、はい、その他のご質問は、読売新聞の森川です。ローマ法王への敗存関係なんですが、特に長崎、まあ、広島はもちろんですが、カトリック教徒が当時信仰の自由が制限されていたとはいえですね、歴史的に長崎はカトリック教徒が非常に多くて、広島も関西の方も、ね、福島の時もあると、そういう被害の歴史的背景についても、お話しされる予定があったんですか。まあ、その長い時間がないから、そのただ被爆の実相の中でね、当時原爆投下を受けた時にですね、もちろん市民は日本人が多かったけどもね、外国の方もいたしね、そのいろんな宗教の方もいたのは間違いないんですね。だからそういったその広島でのこの原爆投下というのは世界のあらゆるね方がですね、どんな考えであれね、僕市民としてそのまっとうな生活をしようと思っている人間からすればですね、必ず望むああいう投下、核兵器の投下とかね、しようというものをなくしてくださいということを、そういう思いを出てくるはず、その思いですからね、これは当然皆さんがその発信しておられるキリスト教徒に向けてのね、そういうメッセージと寸分たがわんといいますかね、同じようなことになると思いますよ。だから宗教とか人種とかね、思想信条を超えてですね、あってはならないことだということだと思いますというような、そういう言い方の中でね、受け止めてもらえるんじゃないかと思いますけどね、詳しく言わなくても分かると思いますけどね。その他に質問はありませんか。よろしいでしょうか。はい、質問内容ですので、この件につきましては以上とさせていただきます。続きまして次の発表案件についてです。発表案件は第27回国連軍縮会議に広島の概要についてでございます。それでは市長お願いいたします。はい、これについてもお手元の資料をご覧いただけると思います。今月広島市で開催される第27回の国連軍縮会議員広島の概要であります。11月の29日水曜日、30日木曜日、この2日間でですね、広島
国際会議場ひまわりをメイン会場として開催をいたします。メインテーマは核兵器のない世界の実現に向けて、共通目標の達成に向けた道のりの構築というものであります。次のページになりますけれども、会議ではですね、開会閉幕セッションのほかにテーマごとに5つのセッションが開催される予定になっています。このうち29日の開会セッションではですね、中満泉国連軍縮部上級代表登壇される予定であります。また同じく29日のセッション1、核兵器のない世界の実現に向けて被爆地広島長崎と市民社会からのメッセージにおきましては、広島市長としての発言の機会をいただくようにしているほかですね、広島長崎の被爆者も登壇するというふうな予定になっています。そして29日の午後、会議参加者への被爆の実相を伝えるプログラムといたしまして、原爆死没者の慰霊碑への参拝、献花、平和記念資料館の見学、そして被爆体験証言の証拠を組み込んでいただいています。会議の参加者には広島で被爆の実相に触れてもらい、平和への思いを共有してもらい、そして核兵器廃絶に向けて取り組む決意を新たにすると、まあ、こういったことをですね、期待しているところであります。今年は国連において核兵器禁止条約が採択されまして、署名が開始され、さらにですね、ご存知のように ICAN のノーベル平和賞受賞が決まったということがあります。その一方で、多分世界の多くの国々がですね、核拡散の危機というものを感じているのではないかというふうに思う、そんな状況があります。そんな中で被爆地広島での国連軍縮会議の開催であります。この開催を通じて幅広い国の政府高官、軍縮問題の有識者などが、さまざまな立場から核軍縮拡散というですね、現実問題への対応ということについて議論を行っていただくわけでありますので、このことを通じてですね、各国政府の核軍縮不拡散への取り組みが前進するようにと、そのためのまた有意義な知見とかですね、提案が出されて、それを共有してさらに発信する場というものになればなというふうに思っています。また併せて本日からですね、一般の聴講を募集を開始いたします。多くの市民に会議を聴講していただいて、核兵器のない世界の実現に向けての市民社会が果たすべき役割などについてですね、考えていただける機会になればなというふうに思います。なお11月の26日の日曜日にはですね、ユースの比較特使フォーラム、そして27日月曜日、28日火曜日には賢人会議というものも、開催される予定になっていますけれども、そちらの方の内容はですね、外務省の方から後日発表するということになっていますので、よろしくお願いいたします。以上です。では、ただいまの発表に関して質問がありましたらお聞きいたします。質問をございませんでしょうか。ですよね、はい。率直に少ないなと思うんですけれども、これはもう、専門家を除けば、例えば30カ国とか40カ国ぐらいしか参加しない。うん、そうでしょう。大体それも、
その壇上でということですか、会場でということですか。挨拶はいたしますので、その中での、メッセージということになりますかね。あの今度の軍縮会議での、そうですね、発言は、まあ、先ほども国外に行ってですね、訴えたいというようなことも言っているところと基本的には、ね、一緒なんですけれども、まあ、ここの場はですね、その今あるその核兵器をこれ以上増やさないという取り決めですね、あるいは減らしていこうという NPT とかね、包括的な核実験禁止条約 CTBT ね、そんなことの、その位置づけと、それからこの度その合意があったですね、核兵器禁止条約、これについての何て言いますかね、あの捉え方をね、ぜひ広島流に考えてくださいってのことを言った方がいいかなと思ってるんですね。で、まあ、あの他のところでも言ってきてるんですけども、 NPT は実際に条約が発効してましてね、核兵器保有国も参加してると。で CTBT は条約の姿は出来上がってるけども、発効要件に達してないと。そしてさらに今度核兵器禁止条約が、発行を待っていると、まあ、こんな状況の中でですね、この NPT、CTBT と例えば核兵器禁止条約がその排他的な関係ですね、片方が成り立てばね、片方が成り立たないというふうな関係として捉えてですね、かつこれがそのいろんな意味での議論の分断ですね、核兵器保有国とかね、核兵器を持ってない国の意見の分断をさせててうまくいかないんだみたいな議論をする嫌いもあるんですけどもね、そう捉えるべきではなくてね、両方ともこの核兵器のない世界を目指すということをやっていく上でですね、こういった考え方を着実に実施していかなきゃいかんというものがね、ある意味でその世界で認知されたと、まずこう考えてもらいたいというのことを自分自身は言ってるつもりなんですね。そしてこの考え方、核をこれ以上増やさない、持ってるところは減らす、そして核の力を維持保存するための実験なんか、どのような実験もやめていく、そして現実にその数を減らし、減していく中で完全にそういったものを否定する、そして核の抑止力に頼る、脅しを使うというようなものもあってはならないということを宣言したというか明らかにしたのが核兵器禁止条約だから、その時間軸に置いていただくとね、着実に核兵器のない世界に向けての合意形成をこうしてきた成果が出てるんでね、それらを順を追って着実に実行していく、犠牲者にはそういう使命があるんじゃないでしょうかと。でそれを市民社会は応援しますと、こういうふうな位置づけでぜひ考えてもらいたい。そして何よりもそういったことを皆さんに深く理解していただくために、被爆者のこんな思いを他に誰にもさせてはならない、ね、そして核兵器そのものが絶対悪であるということをしっかりと心に留めればですね、現状を改めていくということになるんじゃないでしょうか。そういった問題意識というか目標意識をですね、しっかりと市民社会が持って、その市民社会から選ばれる為政者もそういう考えで賛同して、今ある現状をですね、変えていくと、そういう動きを加速させるようにしてもらえませんかと、というのことをまあ強調したいなと思いますね。その他のご質問はありませんでしょうか。東北戦
と書かれているのは、大体何カ国で、保有国、条約推進の中心国、具体的にどの国が来る予定なのかということが決まっていれば教えてください。はい、立ったのか。アイキャンのノーベル賞を受賞によって、品種条約への関心が非常に高まった面がある一方で、なかなかそのアイキャンの思いを、保有国の担当者が、聞いて意見交換する中があまりこれまで自分が見たことがなかったので、今回がその中になれば非常に有意だなと思うんですけれど、アイキャンからの参加者というのは予定されているんでしょうか。市長ご自身としてアイキャンからの、参加っていうのも、期待されている部分でございます。はい、もう出てもらうんだったら、はい、出てもらいたいと思いますけど、はい、いいと思いますよ。はい、今言われました通りですね、日本政府の提案した決議案をめぐっての、結果ですけどもね、賛同国が23カ国減ったと、それから棄権する国ですね、これは10カ国増えたということですから、こういった結果はですね、非常に残念な結果だというふうに受け止めてます。こういう結果をですね、まず日本政府にはですね、謙虚に受け止めていただきたいと思うんですね。で、その上で、現政権の対応するというふうなことを政府言ってますので、核軍縮に向けた具体的な措置をね、しっかり詰めていっていただくということをお願いしたいと思うんですね。ただその際ですね、広島の首相として、被爆者の思いを受け止めた人間としてですね、唯一の戦争被爆国として、被爆者の心からの願いであります、核兵器のない世界に向けた取り組みを誠実に前進させるために、自らが国際世論をリードする器量というものを持っていただきたいと思うんですね。そういった器量を持たなければですね、核兵器保有国と非核保有国の橋渡し役にはね、なりえないと思うんですね。まずそこが基本であります。そしてその上で日本政府には NPT、CTBT との体制の下で自主的な核軍縮に向けた現実的な手段を踏むということもやりながらですね、その先を見据える、つまり核兵器禁止条約の締結促進のためのね、共通基盤は追求するということをやっていただきたいし、そのための、そういう姿勢に立ったね、積極的外交を展開してもらいたいなというふうに思っています。私自身そこについては今申し上げた答えの中でそれ以上言うことはあえてしませんけども、申し上げたように賛成国が23カ国減って、
権国が10カ国増えたというその結果を謙虚に受け止めたらですね、おのずと今度の決議案が多くの方にどう受け止められたか、明白じゃないでしょうか。だからそれを前提に強調いたしますけれども、これからの取り組みをしっかりやっていただく上ではですね、唯一の戦争被爆、そして被爆者の心からの願い、それを受け止めて誠実に前進させるんだと、そのためにも自らが国際世論をねリードする、そういった器量をまず持つということをやらなければですね、誰も賛同の輪を広げようということにならないんじゃないかと思うんですね。橋渡し役っていうのはやっぱり推進役としてのね器量度量があって初めてですね効果が出るんじゃないかと私は思ってますのでね、それを多くの方がそうだなと受け止められるような積極的な外交展開をしていただきたいというふうに思います。その他の質問がありましたらお願いいたします。非常にありがたい提案でありますしね、いろんな都市、平和首脳会議加盟都市であるかどうか問わずですね、世界中でその被爆の実相というものをねしっかりと直接こう見ていただけるね機会を増やすということは非常に有効有意義なことだと思ってますしね、こういった機会を逃す手はないと思います。ですからぜひこれをですね実現させたいと思いますし、逆にそういった提案をですね歓迎いたします。感謝申し上げたいと思います。これは志賀館長あたりがね個別に一生懸命考えてもらってましてね、して現地でのその展示をするときにやっぱり現地なりにこういろんな制約があるっていう話も聞いてるんですね。被爆の参理者なんかはね割とこの受け止めがねたやすくいくっていうようなこと、まあ、写真とかねものでもあるんですけども、本当の被害の惨状はですね黒焦げになったね人のね惨状とかあるじゃないですか。でそれがどんなにそのひどいものかっていうのは分かりやすいとは思うんですけども、時々聞くのはそういったものを展示した時にね、小さな子たち若い人がね来た時にねあまりにもショックがね強いとどうだろうかっていうようなことを言われたりするということがあったりするらしくてですね、そういったものでなくて間接的にね分かるようなものっていうのは注文も受けたりすることがあると聞いてます。私とすればでも生の姿をねやはり、見ていただくと本当にどんなことがねどんなにどういうことがあったかということをね見ていただけるというあれ見ていただくようにするという努力をする中でねその地域ごとの実情も少し考慮するというやり方でですね展示品を選択していければなというふうに思っています。他に質問ありませんか。明日はですね景品のことについてなんですけれど、景品上の市長の諮問の方ですよね、その後は委員の方に
まあ、ちょっとムードが違うので頭切り替えなきゃいけないんですけどそちらの方はですね、競輪場のまず存在意義というのをね、しっかり押さえた上で、そしてそれを今までの競輪場の役割果たした成果を踏まえて今後どうするかという、まあ、そういう視点で考えていただきたいということで、まあ、諮問するんですね。だけど今回の諮問は一緒になって競輪場の直前の状況がですねどうであったかということを踏まえてそれを改善することが可能かどうかをトライしてみましょうということをやって今3年経って結果が少し出てきてますね。でそのトライの状況をさらに過去の経過にそれを加味してもう一回考えてください、まあ、こういう状況設定の中で諮問するということをまず受け止めてください。でその枠組みの中で少し内容申し上げますと競輪というのはその敗戦直後ですね市の財政状況が必ずしもしっかりしたものでないという時に、まあ、国策国の施策として税の形以外でですね市の収入補填をするという効果が認められるこういった事業ですね国の許可を得てできるということがありましたので当時の市はもちろん議会の、ね、了解を得て権利事業をやるということをやりました。そして、まあ、戦後の荒廃期からこう発展期に変えたですね多くのファンを魅了してですねそこからの収入が市の収入のですね支えになったという経過があったのが相当長い期間ですね。ところが、経済成長を相当果たした後にですね競輪のファンの層が減るといったことでその収入つまり税収に充てるだけのね収入が出なくなったむしろ維持費の方についてですね大変苦しい状況で、でそうしながら当初作った施設群がだんだん老朽化している。でこの老朽化したものを建て直して市として引き続き運営していくという今のスタイルがいいんだろうかどうかということが問われたところでですね少なくとも今のやり方じゃなくてもっと効率的なというかその利益がひょっとすると、まあ、事務事業の見直しは一緒ですけどね収益が確保できる運用の仕方があるんではないかと今のままで続ける続けないじゃなくてもう一工夫して頑張ってみてですね続けられるかどうかを試してみましょうということでこの事業を外部に委託してそしてその外部に出したときに一定の利益が出るような経営状況にならないとですねどれやってもダメなんだから当然もう使命を果たしたということで考えていくということにしましょうということでトライアルで今度委託したんでねところがですねこのトライアルがうまくいきましてね収益が上がるということが判明しましたということなんですね。そこでじゃあこういう状況の中でこの数年間確かにさらに長期を見込んで本当にどうするかということをもっぺん考えてみてくださいということを今度諮問しようというふうに思っています。でその時に重要な論点はですね議会でもすでに2つの視点から議論出ました。すでに競輪つまりその掛け事をすると社交心を煽って市民から得た金を税収にするというのは、まあ、戦後のねそういう時期であれば認めたと、まあ、過去を否定するようなんですね。今後にわたってやるというのはどうだろうかと例えば日本でですねカジノを作るとかねいうふうな議論と類似でそういうギャンブル依存症のねような方につながると、まあ、今までこの競馬広島で出てる競輪がねギャンブル依存症っていうようなことをそんなに言われてるわけじゃないんですけど理屈としてねそういった問題をはらむ中で市としてやらなくていいんじゃないかとしかも多くの収入を得るということは過去はやったけど今はもうないんだからだからなくていいんじゃないかというご議論とそういったことありながら実際収益確保するという工夫もあると。その事業体として実際に働いている方がおられてね雇用という場があり
地域の一定の活力にもなっているという、その目を着目するとですね、お金をどんどん投入して赤字行動でやるというならまだしもね、一定程度安定した運営が図れるんであればね、そういった雇用を守りながらやるという工夫もあって、そういう意味で存続も考えていいんじゃないかという、こう2つのそれぞれの視点下の議論がもう議会でも出てます。だからそういったものについてどう考えるかということをしていただけないかという諮問をしようと思っています。ですから今後の競輪事業というものについて我が市はどういうふうに考えるんだと。そうするとそれを赤字行動のままでやるってまずないから、黒字行動に変える努力を今のやり方でさえできるんだろうかと、確実なんだろうかと。今までのファンの推計からして将来も維持できるんだろうか、あるいは他の地域の競輪の、ね、事業とか見てですね、我が市どうなんだということも想定している。その上で最後、今ある施設を続けるために募集する、そのためにまた市が持ち出してしまったんだと、ね、税収確保して赤字にしないという前提があるから、そういうことはどうもできないとすると、今ある、貯金といいますかね、貯めた中でね、建て替えしたりして続けることが可能なのかと、まあ、そういったちょっと踏み込んだね視点での議論もしてもらいたいと思ってましてね、まあ、その点をこう考えてくださいという諮問をしようかなと思っています。ということでありました。はい、難しいなと思うんですね。今からどんどん収益が確実に上がるというのであれば、投資しても短期間にそれを回収するという見込みがあればですね、理屈ではあるんですけど、むしろ提言している中で市のお金を、その市の財源を回収できる、もともと市の税収を補完して増やすということをミッションとする施設であればね、それに反するものをやりましょうという提言はね、どうも道筋に反するんじゃないかと思うんですね。ですからそうしない範囲でできましょうかということをですね、問いかけるのが筋じゃないかなと思っています。